いつの間にか泣くのをやめたセミに気づいて、秋がやってきたのを知る。照りつける夏には行くことのできなかった海に君と行きたい。人気の少ない秋の海に君と行きたい。どこかの街角で暇してる君を言葉巧みに車に乗せて海に行きたい。僕のマジックミラー号に乗せて。僕のマジックミラー号は誰にも気づかれない二人だけの空間。ことがなせば海にたどり着く前に U ターンして帰りたい。走れ、僕のマジックミラー号。ケンドーコバヤシのてめおこ、スタートです。どうもこんばんは。ついに始まっちゃいました、ケンドーコバヤシのてめおこ。日本全国の皆さんこんばんは。てめおことおなじみ、ケンドーコバヤシです。さあ、ということでね、とうとう始まっちゃう。しかも皆さん聞いてくれたと思いますが、このオープニングの、まあ、ゆる下ネタポエムですか、聞いてる人皆さん、あ、さすがケンドー小林、俺たちの想像範囲内で暴れてくれると今世の中で最もルールの中で暴れれる男ですルールの外には一歩もはみ出せない男、それが私ケンドー小林でございましてね。初めましての人も多いでしょうけど、このケンドー小林のてめおこ、このね TBS のジャンクゼロという新番組枠にね、まあ、元々このジャンクという枠はかなり伝統的な枠らしくてですね、メンバーもすごいんですよ。そこにこの新参者のね、ケンドーコバヤシをこう起用してくれた TBS には本当にまあ感謝とともに、血迷ったのかと、正気かということを問いただしたいですね。そもそもこのケンドーコバヤシのてめおこというタイトル、これがくぐり抜けたことがね、まあ、これはね、まあ、我々の読みではこう TBS さんだからね、関東圏の言葉遣いをなされる放送局ですから、標準語ですから、あっさりくぐり抜けたんじゃないかと思うんですけど、これもうとんでもないニュースが舞い込んできまして、関西地方のね、MBS でも流れると。ちょっと待って、それまずいんじゃないかという話になってるんです、我々このてめおこね。MBS さんどれだけの盤石の体制を築いてるか知りませんけどもね、5時脱字ぐらいはあるわけですよ、いろんなプレスリリース出すときに。これも一文字抜けたら大変なことになりますからね。これは一文字抜けるとか、どっかこの4文字の順番入れ替わるとかなったら、ごめん、何、お前何を考えてるんだという放送局になり下がりますからね。これ気をつけてくださいね、毎日放送の方、勝手にご迷惑をおかけしますけどね。まあ、このてめえおこ、どういうタイトルのかと申しますとね、これも早速僕は番組をやると聞きつけたね、男性が一人手紙を、はがき送ってきてくれてるんですね。ラジオネーム天賀天狗ね、21歳男性、まあ、彼のペンネームもこの我々の想像範囲内で暴れてくれてるという、ね、ちょっと読んでいきましょうか。番組開始おめでとうございます。以前ケンコバさんがやっていた番組、ケンドーコバヤシの君なぐは、そう、この君なぐという番組ね、この TBS さんで、土曜日でしたっけ、夕方にやらせてもらってたんですよ。あ、8時半ですね、まだまだ浅い時間にやらせてもらってたんですけどね。ケンドーコバヤシの君なぐは、ジョジョ一部のジョナサン・ジョースターの名言、君が泣くまで殴るのをやめないの略だと言っていましたね、それでピンときたのですが、番組名のてめおこは、ジョジョの奇妙なボケ第3部の空城城太郎の名言、てめえは俺を怒らせたの略ですか、当たっていたら嬉しいですでは番組頑張ってくださいという、非常に真面目な方がね送ってくれたんです。まあそうなんです、城太郎がね、ディオを、宿敵であるね、ディオを倒したその理由を言うたんですよ。てめえの敗因、お前が俺に負けた敗因はたった一つだぜ、てめえは俺を怒らせたと。これ、ジョータローね、これほんと、ジョジョ呼んでる人は一緒やと思うんですけど、僕、その一言聞いて、かっこいいと思ったともに、ひっくり返ったことがあるんですけども、
そう、丈太郎がディオに買った理由は、結構家教員っていうね、仲間が、命を賭してね、自分の命を引き換えにですよ、ディオが時を止めるということをね、探り合ってて、それを、さらに、ね、ジョセフ・ジョースターに伝え、で、ジョセフ・ジョースターも自ら命を落として、それを丈太郎に伝えたわけですよ。気をつけろと。時止めるぞ、あいつは。時を止めるということを認識しなければ、ディオには勝てないぞということを、二人が、命がけで伝えたんですよ、丈太郎に。で、丈太郎、それを聞いて、認識したんですよ。そうか、世の中には時を止めるという概念があるのかと。で、その世界に飛び込むわけですよ。俺だって、じゃあ時を止めてやると。想像もしてなかったことです。で、同じくディオのように時を止めて、その時を止めた空間の中、いろいろ駆け引きを使ってね、ディオというとこぶっ倒すわけですよ。で、一言、てめえの範囲はたった一つだ、てめえは俺を怒らせたと。画教員とジョセフの命はもうなかったことになってるわけですからね。そこです、僕がジョータロという男に惚れ込んだところ、こいつやと、俺こいつのようになりたいと。だから僕もね、この番組ではもう様々なね、リスナーの皆さんの、屍の上に立っていきたいなと。なんとかこの番組をね、成就させるために、対岸成就させるために、皆さんの屍が必要となっておりますという、この番組なんですけどね。まあ、これ実はね、これ僕一人でやってるんですけどね。まあ作家の、まあサイコパスオさんというね、作家が一人スタジオに入ってくれてるんですけど、特に喋るわけではなく、こういう経験は実は初めてなんですよ。この、一人で喋る。ラジオっていうのはね、昔から大阪とかでも、まあ東京でもね、ちょいちょいやらせてもらってて、まあ何人かで、まあ最低でももう二人でやらせてもらったんですけどね、一人で喋るというのはこれ、一体何をやっていったらいいのかと。まあ悩んでるんです。まあ悩んでるうちでもそんな悩んでないんですけどね。まあなんとかなるんじゃないかぐらいの感覚でやってて、はい。で、いろいろ調査したんですよ。このまあ、例えばプロデューサーの方であるとか、ディレクターの方であるとか、東京では結構ある形っていうのを聞いたんでね。皆さん一人ではどんなラジオやってるんですかと。ほなね、やっぱこの番組のプロデューサーの方がね、ちょっとかっこいい、答えを出さずにヒントだけ出すみたいなね、ことを言ってくれたんですよ。まあそうですね。まあ一人でラジオやられてる方、まあ面白いラジオ番組になってる方、ああ、これ誰かおったら面白いのになっていう番組になってる方正直いますと。ただ、僕が感じるのは、一人でやってられる方は、今日は、あんなこと喋ろうかなっていうのを、どっかで拾ってきてる空気がありますよね、みたいな。なるほど、そうかと思って。で、この第1回の番組に迎えるあたって、私、ケンタ小林、捨て頃でスタジオ入ってきてます。何ら武器を携えることなく、こんなこと喋ってやろうなんていうこと。ちょっとあるかなと思って、いろいろね、街ぶらついたり、普段あんまり飲みに行かへんやつと飲みたりしたんですけども、普通に酒に溺れただけでした。何もないと。ちょっと変わった風俗でも行ってみようかなと思ったんですけども。まあそんな余裕もなく、普通にやってきております。まあね、この剣道小林のてめえをこう、正直、リスナーのね、皆さんに、もたれかかってやっていこうじゃないかと。うん。まあ、そういう番組を目指すのもありなんじゃないかなと思ってね。まあ、最近、やっぱりこのテレビ界で、もてはやされてるというかね、まあ、すごいと言われてる方は、いろんな番組出してもらって気づいたんですけど、いわゆるその、なんていうんですか、テレビ番組っていうのはカンペというのが出るんですね。次何々のコーナー行きましょうみたいな。で、あんまり喋ってない人見たら、誰々さんに話振ってくださいみたいな。こう、カンペをディレクターが出すんですけど、まあ、そういうの一切見てない人が、やっぱすごい人なんですよね。もうそんなん出る前に、あ、あの人喋ってないなというのを見つけて、こう、パッとこう、声をかけると。うん。ほんで、自分の判断次第でこのコーナーにはいかん方がいいと思って、パッと飛ばしてるんですよ。やっぱ大物司会者は。で、それによって番組がうまく回ってるんですけど、まあ僕なんかは、あ、俺は、ああいう司会者にはなりたくないなという。もうカンペにがんじがらめにされた司会者を目指してみたいな、みたいな。初めてのこの人生初心表明というかね、こんな芸人になりたいという、初めての思いをここでぶつけようと思ってます。まあその、発揮して試金石ですよ。これ。お試し企画がこのラジオです。
まあ、今後の僕の人生のステップアップのためにね、皆さんぜひ、ご協力ください。この、剣道小林のてめおこ。まあ、全力でね、やっていこうと思ってます。ね。これタイムテーブルみたいなのもこっちにね、運ばれてきてるんですけど、ジャンクゼロのね、横並びがすごいんです、これ。まず、バナナマンさんの、バナナムーン。これ前僕もゲスト出してもらったことあるんですけどね。月曜日が。で、火曜日が、おぎやはぎさんの、メガネビーキ。いいですね。メガネビーキ。いかにもお二人の、こバナナムーン、メガネビーキとね。確かにこれバナナマンがやってるなと。おぎやはぎがやってるなと。そして、エレカタの、エレキコミックと、ね。ラーメンズの、片桐さんの、コント太郎。これが水曜日です。で、木曜日が私の、剣道小林の、てめおこ。で、金曜日が、城島さん、東京のね、どっち派と。確かにこれ、横並びで見たら、このてめおこだけちょっとパッと目につくんですよね。これやっぱね、まあ、作戦勝ちですよ。うん。てめおことは一体何なんだということをね、存分に皆さんに論じてほしい。だからこのジョジョのことは忘れてください、もう。新たな意味を持たせてもいいじゃないかと。ね。てめえは、おこぼればっかりだみたいなとか。何でもいいですから、てめえをこう見なんて考えていきましょう。ということで、ね、剣道小林では皆様からの応援メッセージ、お待ちしておりますということで。さあ、ここで記念すべき第1回のメールアドレス発表をしたいと思います。ね。てめえをこ @tbs.co.jp、temeoko ですね。このてめえをこは、ま、違えても、ME と O を入れ替えたりしないようにね。これ ME と O を入れ替えたりしたら、どこに繋がるか分かりませんから。なんとなくどっかに繋がるような気がするみたいな。TBS でそんな部署あったんかみたいな。TMEOKO ですよ。てめおこ @tbs.co.jp。てめおこ @tbs.co.jp まで、どんどん送ってください。有名人の方も、ぜひ、これ、送ってほしいなと。有名人の方、もし聞いてたら、どしどしメール送ってきてくださいということで。それでは、この後は、皆さんお待ちかねの、CM の登場です。てめおこ、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 て、め、お、こ。剣道小林のてめおこは田島陽子さんと全面的に協定を結んでいます。ありがとうございます。田島陽子さん、本当にもう田島陽子さんの協力なかったら始まらなかったですからね、これ。最後の最後ね、剣道小林かネゴシックスどっちで行くみたいな話になってたらしいんですよ、 TBS でも。で、田島さんが剣小林でしょみたいな。だってそうじゃない、 TBS の皆さん聞いて、だってそうじゃないね、ネゴシックス、今仕事ないじゃないみたいな感じで。あの子東京来る時期間違えたじゃないみたいな感じでね。最後の田島陽子さんのこの、プッシュで、目から鱗ですみたいな TBS の役員さんがね、なったらしくて始まったんです。ね。まあまあ頑張ってくる。まあ早速、さっき、メールどんどん待ってますって言ったら、早速ですよ、これ。ね。もしかしたらこれ有名人かもしれないってメールがね、来たんでちょっと読んでみましょう。ラジオネーム、三国連太郎さん。ラジオネームですからね、これ。おー、ケンコバ。この度は、てめおこスタート、おめでとうございます。もう、これ、フランクなのか、下から来てんのか、どっちかわかんないみたいな出だしですけど。俺も、高一も、大喜びです。しっかしまあ、今回のジャンクゼロは、気合入ってんね。バナナマンも、エレカタも、聞き逃さないが、本命は、木曜のてめおこしかないっしょというメールが、三国連太郎さんから。まあ、ラジオネームですからね。送られてきています。あと、もう、一応来てますね。ラジオネーム、サザンオールスターズの某メンバーさんから来てます。ケンコバさん、ラジオ開始、おめでとうございます、にゃんと。この秋からは全然暇なんだ、にゃん。毎週聞いて、毎週投稿したいと思います、にゃん。桑田大先生にも教えておきますにゃん、頑張ってくださいと。最後にゃんで締めないという荒技を見せてくれました。誰なんでしょうね、サザンオールスターズの、某メンバーさん。腹棒ならね、非常に嬉しいんですけど、まあそんなメールがね届いておりますんで、ぜひ皆さんメールどんどん送ってください。
今日もしつこいぐらいね、メールアドレス入れておきますんで。もう一丁、アドレス言っておきましょう。てめおこ、アットマーク、tbsco.jp。てめおこ、アットマーク、tbs.co。あ、ちゃう。てめおこ、アットマーク、tbs.co.jp。こちらに送ってください。さあ、今日からね、まあ、スタートなんで。まあ、新番組の挨拶兼ねて。ちょっと僕のね、ネットワークの中から早速ちょっと有名人に、ちょっと電話でもかけてね。ちょっとご挨拶。しとこうかなと思います。ね。ちょっと、誰に、この人やったらちょっと、あ、みんな驚くんちゃうかという人に、電話してみましょうか。これ全く別に先に電話するとか言ってないですからね。出ない、十中八九出ないんじゃないかみたいな。ちょっとかけてみます。さあ、繋がるかな？ au お留守番サービスに接続。au お留守番サービスに接続になっちゃいましたね。合図の音がしましたら、3分以内で伝言をどうぞ。どうも、ご無沙汰してます。ケンドコバシです。お元気でしょうか？実はですね、この度、TBS ラジオの方で、ケンドコバシのてめおこというラジオをやらせていただくことになりました。もしかしたら、ゲスト、呼ばれるんじゃないかとお思いでしょうが、絶対に呼ぶことありませんので、安心して、聞かないでください。それじゃあまた連絡します。失礼します。今の RG さんに電話をね、してみましたけども。もう一丁行ってみましょうか。ね。じゃあ、彼に、電話してみましょうかね。さあ。さあ、繋がるでしょうか。au お留守番サービスに接続します。au というのはこれ繋がらない法則みたいなのあるんですかね。合図の音がしましたら、3分以内で伝言をどうぞ。もしもし、ご無沙汰してます。剣道小林です。この度ですね、TBS ラジオさんの方でですね、剣道小林のてめおこというラジオをやらせていただく運びになりまして、ちょっと挨拶の方しておこうかなと思いました。ですね、本当に、これは、なぜ僕がこういうことをやることになったのかというと、本当に田島陽子さんのプッシュがあったせいで、ネゴシックスさんには、何ら、この引け目を感じるところはないということを TBS さんに伝えてくれと言われたので、今電話してます。ネゴシックスさん、よかったらね、一度スタジオの方に遊びに来てください。それじゃあ、失礼します。ということで、まあ、これでけじめは済んだかな？うん。番組やるにあたっていろいろけじめつけとかあかんとこはね、お前は近寄るなというのと、触るなというのと、二者高いつで俺に決まったんだよというのをね、しっかり伝えれたんで、まあこんなものにしとくかな。まあこれからも、有名人の方に、どんどん電話もしていこうかなと思うんで、こんな有名人に電話してくれという要望あったらね、どんどん送ってください。はい。ね。さあ、ということで、ここからはね、ちょっとコーナー、やっぱりいろいろやっていてね、コーナーで皆さんのね、面白いメールなんかも読んでいきたいというので、いろんなコーナー案をね、考えてるんで、とりあえず数はね、揃えたんで、まあ、これで面白いの何個かやっていこうというので、ちょっとコーナーの方ね、説明していこうと思います。それでは、てめえのこのコーナー、一つ目は、こちら！何々さん、聞いてるんでしょ？さあ、このコーナーどういうコーナーで行くかと申しますと、これもネットいろいろもう広げてね、お送りしている剣道小林のてめおこ、全国の有名人、著名人が聞いてるのは分かっております。で、私がですね、三つの質問を出しますんで、このラジオ聞いてる有名人本人、これから発表するメールアドレスに質問の答えを書いて送ってきてくださいということで、今日、あらかじめ、絶対聞くよって言ってくれていた、シルベスタ・スタローンさんに、三つの質問を送ろうと思います。まず、スタローンさん、あなたの好きな言葉、教えてください。そして、人生最大のピンチ。そして、私、剣道小林に向けて一言。好きな言葉、人生最大のピンチ。そして、剣道小林に向けての一言。これを聞いている本人さん。シルベスタ・スタローン本人さんですよ。本人さん、この三つの質問を答えをメールに書いて送ってきてください。これが、
まあ、今回だから、スタローンさん聞いてるんでしょうのコーナーです。毎回この頭のイメージ変わっていきますが、まあ、どっかで聞いてくれてると思うんで。まあでもね、もしかしたらいたずらでね、スタローンを名乗る何がしかが数人送ってくるかもしれないんですが、まあ私もね、伊達に36年も生きてません。こいつがスタローンだというのをね、もう見抜けるはずなんで、今日のスタローンとしてね、表彰しますんで。どしどし送ってください。もう偽物もこうなったら送ってこいと。ね。必ず本物を見抜いて、今日のスタローン認定しますんで、ぜひ、スタローンさん、好きな言葉、人生最大のピンチ、剣道小林のに向けて一言、この三つを、答え、返答を書いてね、送ってきてくださいということでね。じゃあ、二つ目のコーナー行きましょうか。二つ目のコーナーは、こちら！てめえは俺を、怒らせた。さあ、このコーナーどういうことかと申しますと、何かと怒りの多い現代日本、ね、生活の中、労働の中、勉強の中、とにかく怒りを覚えたエピソードを送ってきてくださいと。まあ、これね、唯一のまあラジオらしいまともなコーナーです。っていうかね、このコーナーをやっておかない限り、このプロデューサーさんが、まあ、あの、ラジオ編成局にこのタイトルの説明ができないと。いや、実はこういうメインテーマでやってるんです。この世の中の怒りを、ね、世の中の怒りを聞いて、それを、ま、いろいろトークしていくという、てめえは俺を怒らせたというコーナー、メインコーナーがあるので、てめえを怒ということにさせていただいてますということにしなければ、まあ、通らないと。まあ、僕のね、まあ、ゆるい読みですけど、もしかしたら11月ぐらいからもタイトル変わってんじゃないかな、みたいな。剣道小林のね、真夜中ラジオみたいな。0時はお任せみたいな、そんなに。ね、変わらないようにこのコーナー、一応募集しときます。てめえは俺を怒らせた。これはもう実体験のエピソード。まあ何でも構いません。空想でもいいです。最後は、てめえは俺を怒らせたで締めること。ね。まあオープニングで喋ったような、この上太郎的な非常さも欲しいとこですね。そっちないがしろかいみたいな。単に、もう自己満足でいいんで、怒りをどんどん送ってきてください。これがてめえは俺を怒らせたです。それでは、三つ目のコーナー、行きましょうか。三つ目のコーナーはこちら！折原美香プレゼンツ、優しさの定義。ああ、この BGM、聞き覚えのある方もおられるんじゃないでしょうか、ということでね。まあ、このコーナーはどういうコーナーか説明するとなると、ちょっといろいろ説明しなければならないんですけども。まあ、オープニングで喋りました。以前ね、TBS さんでやらせてもらってました、剣道小林の君殴るという番組ね、グラビアアイドルの、折原美香ちゃん、オリリンとですね、一緒の二人でやってたんですけど、その時に、まあ、サッカー、そして僕が、ま、いろいろちょっと、毎週なんかいろいろ考えるのめんどくさいなってことになって、あまりこのラジオとかテレビとかまだそんなに出演経験なかったこのオリリンをつかめて、お前毎週コーナー考えてこいと。こんなん誰でもやってることや。真鍋もやってきたんやというね。ダマクラ貸して。毎週企画考えてこいと。企画工場なんていうね、コーナーをポッドキャストの方でやってまして。で、この折原美香プレゼンツ優しさの定義、これが唯一、まあ、2個ぐらいかな。その中でもメインになった、採用されたコーナー。ね。腐った現代で真の優しさに出会いたいあなたが思う本当の優しさをこうこのてめおこにぶつけてくれというそういうコーナーやってたんですけどね。まあ正直これやってたんですが、このオリリンというね、まあなんていうんですか、二枚舌グラビアアイドル。要は自分に都合の優しさみたいなのばっかり紹介しやがって、お前の優しさはそれお前だけに向けたもんだというね、優しさばっかり紹介しやがって。ちょっと俺たちの欲しかと本当の人類愛みたいなね、優しさが一個も紹介されなかったということでね。真の優しさとはこういうもんだということを送ってくれと。はい、いうことで。で、まあさっきね、ネゴシックスとか、RG とかにけじめの電話しましたけど、よくよく考えたらね、最もけじめつけなければならないのは、オリリンかもしれないですね。今からちょっと、電話してみて。ごめん、オリリンと。うよ、曲折あって、一人でやってことになったわ、っていう。伝えましょうか。ね。
電話ありますかね、電話番号。ちょっと、はい、電話してみましょうか。早速ここにだけはそうけじめつけとかにダメだったね。さあ、折原美香さんに、折原美香さんことオリリンに果たして電話つながる。お、初めてのこのコールっていうんですか、ここまでは持ち込めましたよ。嫌な留守電でこれを伝える。もしもし。もしもし。もしもし。はい。おはようございます。折原さんですか。はい、そうです。あ、ご無沙汰します。ケンド小林です。あ、ケンコバさん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。あ、電話だとなんか声がちょっと違いますね。ちょっとかっこいい。かわいい声ですね。え、いつまでかわいい？はい。オリリン、久しぶりやね。久しぶりです、ね、お久しぶりです。元気ですか？いや、君なぐやってた時はたまにメールとか送ってくれたのに、君なぐ終わったらパッタリメールも何も来えへんようになったよ。それは嘘ですよ、ちょっとやめてください。それは嘘です、言うことないですよ。それは嘘ですよ。言わないでください。言わないでください。はい、 あれじゃないですか、はい、え、何？君なぐの時は交換しなかったじゃないですか、携帯。してたやろ。してないですよ。してなかったっけ？はい。え、なにそれ、なんかあんま言うとあかんことなの？いやいやいや、交換してるとか。そういうんじゃないんですけど。え、してたやん。え、してなかったですよ。本当に？はい。あ、そうかな。俺の記憶違いか。はい。あ、オレリンにさ。はい。いや、ほんま久しぶりやね、でも。久しぶりですね、なんかもう、よく見てます、テレビとかでは。いや、俺もオレリンよくグラビアで見てるよ。はい、ありがとうございます、うん。昨日もなんかテレビで、うん、なんか全身ラップに巻かれてましたよね。そうね、やってた俺。荒引きなんか。あ、ごめん、ほんまに見てくれてんねんな。見てます、見てます。ありがとう、はい。でもなんか仕事ですぐお会いするかもっていう話してたけど、うん、なかなかお会いできない、ね。会わへんね。俺もラジカルでオリリン見るのが精一杯かな、今。あ、たまにね、日テレのね、はい、だからその、はい、廊下とかで会ったりするけど、そうですね。うん。で、オリリンにさ、はい。ちょっと言うとかなあかんことがあって。あ、何ですか？前、君なぐっていうラジオやっててさ、はい。打ち上げとかでまたやろうな、みたいな。はい。また集まってやろうぜっていう、ね、こう、韓国料理屋で熱いちぎり顔してみんなで。あー、トッポギ食べながら。はい。やりたい、やりたい、やりましょうよ。まあ、やろうよ。はい。お願いします。って言っててんけど、はい。ちょっとさ、TBS さんでさ、はい。あ、ちょっと一人でやっていくことになって。え？一人でやっていくことになったのよ、俺。え？新聞。え、誰が一人でやるんですか？俺。ちょっと！ちょっと！一人でやる。え、どういうことですか？どういうことやねんよな。ごめん。え、折原美香ちゃん。うん。うん、なんか、アシスタントで君なぐっていうのをラジオやってたじゃないですか。うん、やってた。本当に助かった。オリリン面白かったし、毎週いろんなコーナー考えてきてくれたし。いや、本当にコーナー考えたりとかしてもすごい楽しい番組で。だからあれですよ、だってプロデューサーさんとかも、うん、もうオリリンいないと思うみたいな。うん、そうそう。頑張ろう。いや、この間プロデューサーさんが、オリリンいないと頑張、オリリンいないとダメだよ、やっぱ頑張ろうよっていう。でプロデューサーさんも、はい、番組終わったらメールも何も経費になった。あ、すごいな、オリリンみたいな話でこんなの盛り上がった。そんなこと音信不通というかもう、もうここで線ピッて引かれたみたいな俺らの感覚で。いやいやいや。うん。いや、たまたまなんか、サイパンとか行ってた時。あ、撮影でな。そうなんですよ、うんうん。撮影がちょっと立て込んでる時だったので。うんうん。返そう返そうって思ってたんですよ、うん、いや明日返そうかなと思ってたんですよ。それがまたその次の日になり、はい、次の日になったらもう返しにくくなるもんやもんな、メールってな。そうなんですよ、はい、うん、まあそんなことどうでもいいけど一人でやってことになったんや俺。ひどい、ひどいもんやでな世の中な。ショックなんですけど。ショック、うん、でもさ、オリリンの火を消したくないわけよ俺も。あ、ありがとうございます。うん、だから、はい、この、まあ、新番組なんやけど、君なぐじゃなくて、はい、てめおこっていう番組になってんけど。てめおこ？てめおこ。はい。ちょっともう一回言ってみて。てめおこ？うん。言い間違えたらちょっとやばいことになるから、言い間違えんといてよ、俺に。てめおこ。早口でね、てめおこって言ってみて。
セモコ。何で笑ってるんですか。全然わかんない。セモコ。セモコ。もう一回早くじゃ、テモコって言ってみて。テモコ。こら終わらすぎか、お前。え今、日テレにいるんですよ、私。あ、今日テレロケ中で。うん。あ、ごめんごめん。すごいみんなが見てるんですけど。うん。じゃあ、テモコって言ったら。電話をパッとこう耳から下げて、みんなに向かって、テモコって言ってみて。ちょっと言ってみて。はい。うん。テモコ俺に、すごい、みんなどんな顔が笑ってます。そらそうでしょう。はい。え、なんですか、なんですか、どうしたんや。意味がわかんない。今日ね、多分オリリンロケ終わったらみんな誘ってくると思うよ。うん。ほんでさ、オリリンの火を消したくないから、はい。この番組でさ、優しさの定義やっといていい？はい。うん。ぜひお願いします。オリハラミカプレゼンツっていうところは、残念ながら消させてもらうけど、それただのパクられじゃないですか。剣道小林プレゼンツ。いや、私考えたんですけど。違うやろ、オリリーのおかんが考えてんやろ。あ、そうだ。何を都合のように歴史ねじ曲げてんねんな。でも、使っていただけるんでしたら。ほんまに嬉しいです。あ、ほんと、じゃあ優しさの定義やっとから。はい、また、はい、お互いな、生きてりゃ会うことも会う、はい、あるやろ。確か会いましょうよ。そんなん全然なかったよ、番組に。え、いつから番組始まるんですか。あ、今日今第1回目。え、今やってるんですか。そうよ。ちょっと。うん。ぜひじゃあ2回目あたりに。ん？お邪魔させてください。いやー、ちょうどね、ほんとごめん。ちょうど、これやるときいつもオリリンラジカルのロケやのよ。わざとでしょ。わざとじゃないよ。確信犯ですって絶対。じゃあね、オリリン、また。はい。機会あれば。はい、ぜひ。うん。あ、ウィー取りにおいでよ、ウィー。あ、ウィー、そうですよ。ウィーあげるって言ってたよ。前にくださると言いまして。うん。くださいな。くださいな。うん、あげるあげる。はい、ぜひ。このウィーが、もう、まあ、言ったら、言葉悪いけどさ。はい。手切れ金みたいな感じで。悪すぎますよ、言葉。俺のこと忘れてくれ、みたいな。忘れられないです。本当に？はい。すごいね、オリリン、その立ち振る舞い。モハメダルみたいなフットワーク使うな。もう、みんなのことが本当に忘れられなくて、毎日思ってる、ね。君、ほんま、どうしたらと思っています。なんだ、オリリン。どっか一回あれなんか、カラスとか殺したことあるのなんか、悪魔に取り憑かれてるみたいなこと言うてるよ。そんなわけないやろ、みんなのこと忘れられないとか。亀の甲羅叩き割ったりしてる一回。してないですよ。してないか。な、はい、じゃあ俺に、また機会あれば。はい、あ、一度ゲストでほんと来て。あ、どうもありがとうございます。そこでその、ね、もう、恨みぶつけてよ。なんで私いないのよっていう。はい、生き量飛ばしとくんね、毎週。ん？毎週生き量飛ばしとく？ね、はい。あ、そう。頑張ってください。わかった。じゃあ、一回メールとか送っといてな、番組に。これって、リスナーさんの気持ちになって送りますんで、ぜひ読んでくださいね。今なんか急に曲げたな、言葉尻。私をリスナー風情と同じにする気かみたいなこと言おうとして、これまずいと思って、リスナー、それって、リスナーさんの気持ちになって送ります。なれました。恐ろしい女やね、やっぱり俺に。すいません。うん。ごめんね、忙しいとこ。はい。うん。じゃあまた、番組でやることなくなったら電話するわ。ひどい。うん。じゃあね、ごめん、忙しいとこ、ありがとう。頑張ってください。はいはい。よろしくお願いします。はい。お疲れ様です。失礼します。恐ろしいね、やっぱあの子。うん。ほんまになんか割ったあかん鏡とか一回割ってんちゃうかな。さあ、というわけでね、皆さん、この優しさの定義というのは、こういうのって優しさですかねと、自分が体験した海見かけたさらに空想もありで、これぞ優しさというものをね、送ってください。まあ、ここで一旦もう一度、ちょっとアドレスの方を宛先言っときますか。てめおこ@tbs.co.jp てめおこ@tbs.co.jp までどんどん送ってくださいということで一旦ここで CM です。剣道小林のてめおこは
働かざる者の味方です。てめおこ、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 て、め、お、こ。さあ、というわけでね、おてめおこ。まだね、ちょっとやりたいコーナーいろいろあって、ちょっとどんどんね、まあ、募集しときましょう。ね。これね、僕は個人的にかなり気に入ってるコーナーで、さあ、このコーナーはこちら！朝良くない話。聞けばね、人生の見方がちょっと変わるかもしれない、そんな浅くて良くない話をどんどん皆さんからね、今ねちょっと深くていい話がちょっとブームになってきてますんで、そういう番組が 3つあるというんで、今のうちから先手打っとこうということで、浅く良くない話どんどん送ってください。こっちもふーんって言えるような、あの僕もちょっと軽くありましてね、ずっと何も植物の生えてないただ単なる土にずっとじょうろでね、水やってるおじいちゃんが近所におるんですよ。うん。で、もしかしてなんか思い入れのある5日目を出してくれみたいな、やってんのかなって、おじいちゃんこれ何か生えるんですかって聞いたら、いや、猫寄ってくるからこれ毒入れてって。とあっさり言い返された時、あ、これ朝良くない話やなと。猫よけの毒入れてたらしいです。まあ、こんなんでもいいんで、全然、何の引っかかりもないやんっていう話でもいいんでね。どんどん朝良くない話、送ってください。さあ、次のコーナーの募集行きましょう。次のコーナーはこちら！てめおこ都市伝説、信じないか信じないかはあなた次第。ということでね。まあ、都市伝説ブームも一段落ついたと言われてますが、ね。ハローバイバーの関くんが、あの本で大儲けしたというね。コーナー俺もやってやると。同じね、番組から始まった都市伝説で何であいつだけ大儲けできるんだということでね、とてもじゃないけど信じられない方の、信じる引っかかりがないぐらいの都市伝説を募集しますね。皆さんもどんどん知ってる都市伝説、信じない信じない、信じないか信じないかあなた次第って言えるような、都市伝説を送ってください。ちなみに僕が持ってる都市伝説はね、あの藤子不二雄先生ね、漫画家の、途中で F 先生と A 先生に分かれましたけど、あれ実は、アビコ先生と藤本先生で A と F なったんじゃないかと言われてるんですけどね。こう巷では、藤子不二雄 A 先生は、アナル。藤子 F 不二雄先生は、フリーダムということで。なんか二人でね、アナル解放戦線みたいな、背中に書いた革ジャン着てバイク乗ってたみたいなね。そんな話もなこぼれてきてるんで。アナル解放戦線みたいなね。もうそんな都市伝説もし持ってれば、どんどん送ってくださいね。あのもう文末には信じないか信じないかはあなた次第な、これはちょっと本当に本にしてね、ちょっと大儲けしてやろうと企んでるんで。ラジオ番組からね本になるっていうのも素敵なことなんで、そういう皆さんのねご協力いただければね、もう第二のカモン達夫さん目指しますんで僕も。皆さんの投稿をね、バンバンこの、それ儲けてやるみたいな。それをね、どんどん送ってください。さあ、次のコーナー行きましょう。次のコーナーこちら。目を覚まさせてくれ、究極の M。さあ、ということでね、まあ正直、まあ、ド M 芸人なんてね、売りで売ってる私、ケン・ドコバシですが、最近実はね、悩んできてるんですよね。俺、本当に M なのかっていうぐらい、もう、ちゅうか、やることなくなってきたみたいなね。まあ、挙句、最近じゃ、もう、ちょっと秋やから、シーズン過ぎたんですけど、真夏に、クーラーをガンガンにかけて、で、まあ、ちょっと裸でベランダ出てね、クーラーの排気ダクトの前で汗だくだめながら、ずっとおるみたいな、そういうことしてたんですけど、ちょっとなんかね、自分でも薄々感じてたんです。あれ俺興奮はしてないっていう。ただ単に荒行やってるだけやなみたいな。でちょっとね、興奮できるような M プレイね、どんどん送ってきてほしい。うん、何々プレイと最後にね、状況説明、こういうことやってください、これを何々プレイですと、そういうのやってね、俺を目覚ましてくれと、目を覚まさせてくれと、このままS に行っていいのかお前たちというところね、問いたいということで、このケンと小林を助けると思って、この目を覚まさせてくれ究極の M のコーナーにどんどん送ってくださいということで、さあまだまだあります。さあ次のコーナーはこちら、
てめえ横行ポエム。ねえ、皆さん、オープニングで私と、とうとうと読み上げた、マジック、僕のマジックミラー号というポエム、もう記憶から薄れてるでしょうか、ということでね。あれね、やっぱりこの、どうせ剣道小林は、過激な感じで行くんだろう、みたいにね、思ってる方は多いと思うんで、やっぱ美しい、こう、ピアノの調べに乗せて、綺麗なね、文章の、このポエムというのを皆さんから募集したい。まあ中身は、まあ僕と大差なくていいです。あんな感じでいいんですんで。まあ、オープニングこれね、なんていうんですかね、なんかながら聞きみたいなしてる人はこれでごまかせれるんじゃないかな、みたいな気がするんで、ぜひこのてめおこポエムに、美しいアンダージョークポエムをですね、皆さんから募集したいということで、こちら、どんどん送ってください。ね、こちらの方を募集してます。さあ、まだまだコーナー募集あります。続いてのコーナー募集は、こちら！これがですね、最後の、ラストコーナー。とりあえず用意してる分ではラストのコーナーになるのかな？剣道募集って、アシスタント募集のコーナー。くさあ。まあさっきのね、オリリーのくだりから聞いてる人は、小林何言ってるんだと大思いでしょうが、剣道小林テメオコをね、こう一人でやっていくにあたって、まあ放送これどうなっていくんだと正直不安ですね。我こそはという美しい女性に、プロはあんま問いません。アシスタントを募集してますんでどんどん参加してくださいと。これあくまで僕の希望ですんで、まあ本当に採用になるかどうかはその人次第なんですけども、まあ僕も必死でね、上と戦っていこうと思ってるんで、ぜひ皆さん、剣道小林のアシスタントしてみたいなという方送ってください。ただしね、こちらで いろいろ制限をつけ、制限というほどでもないですけど、まず女性であること。ね。これはもうやっぱり女性アシスタントっていうのがね、一番僕が欲しい、このラジオでの、まあ、パートナーというかね、うん。まず女性であること。まあこれはまあ、講義に捉えていただいていいです。メスであれば OK です。ね、一説によるとこれね、本当にディレクターと作家で考えてきた、僕を驚愕させたアイデアが、小林さんアシスタントオウムでどうですかみたいな。おしゃべりオウムでどうですかみたいな言ってきてね。で、僕が猛烈に反対してね、プロデューサーにこんなこと言ってるんです、こいつら言ったら、プロデューサーオウム買おうとしたっていうね。とんでもない番組になろうとしてるので、これはいかんということで、急遽このコーナー。女性であること。そして、美しくあること。ね。まあ、年齢は二十歳から、21歳までという。のね、この期間限定とさせていただきます。そして、これが最大の条件です。オリリンではないこと。ね、折原美香ではないこと。これが最大条件となっております。プロフィールと、写真を、貼ってですね。これ添付って言うんですかね。塗布。ね、添付して、メールで。まあ同封の手紙でもいいです。プロフィールと写真同封の手紙でも、メールでもいいんですんで、どんどん送ってください。私は折原美香ではありませんという証明を。すいません。美しい方、ね、あと声の綺麗な方、いや何より心の綺麗な方来ていただけると本当に嬉しいんじゃないかなということでね、いろいろコーナーありましたけどね、ざっともう一度コーナーのね、コーナー名だけでも言っときましょうかね。まあ、何々さん聞いてるんでしょ、これ有名人の質問です。そして、てめえは俺を怒らせたのコーナー。ね。で、剣道小林プレゼンツ優しさの定義。そして、浅良くない話。浅い良くない話を送ってください。そして、てめえおこ都市伝説、信じないか信じないかはあなた次第のコーナー。ね。そして、目を覚まさせてくれ、究極の M のコーナー。そして、オープニングで読みます。てめえおこポエムのコーナー。そして、これが裏メインと呼ばれてます。アシスタント募集、カッコオリリン以外というコーナー。これとりあえずこれだけのコーナーを設けましたんで、面白いね、メールが来たらそっから始めていこうと思ってますんで。さあ、それでは、宛先の方、もう一度言ってきます。てめおこ、@tbs.co.jp、てめおこ、@tbs.co.jp、temeoko、
info@tbs.co.jp までどんどん送ってください。なお、届いたメールは、試して合点に転送することをご了承ください。さあ、ここでようやく、一曲、聴いてもらいましょうか。ステゴマーで、この胸に。てめおこ、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 て、め、お、こ。次週の剣道小林のてめおこも内容盛りだくさん。得する生活情報を届け、暮らしの百刀番。脱メタボ、簡単ヨガで週末痩せ。残り物でちょっと一品簡単レシピ。愛されテクニック着回し術。木曜深夜は剣道小林のてめおこ。絶対聞いてくれよな。剣道小林のてめおこは、田島陽子さんと全面的に協定を結んでいます。本当にね、田島陽子さん会ってエンディング迎えれたみたいなとこありますからね、途中で横やりがあって終わるかとも思われたこのね、剣道小林のてめおこですけども、まあ強力な後ろ盾を得たところでね、第1回終えました。果たしてこれが何ヶ月持つのかというね、まあ、リスナーの皆さんにかかってますんで、まあ本当ね、皆さんどうぞ送ってきてくださいね。まあ僕としては本当にちょっと出版みたいなこともね考えてますんで、何がなるか分かんないですけどね、まあ、今のところ、まあ、候補はまあ信じないか信じないかあなた次第、都市伝説と、まあでも僕はね本当のことを言うと朝良くない話これをねなんとか出版にこぎつけて、感動に包まれた世の中をね、平穏にフラットに戻したいなとこうフラットに戻すことによりまたいい話が輝いてくるというね、相乗効果を生んでいきたいです。うん。でまあ今日第1回ということでね、まあいろんなところ電話しましたけども、まあここでプチ情報としまして、ネゴシックスからはなぜか返信の電話があったとあ、真面目なやつやなというね、言うたらこのラジオ局の知らん電話番号ですよ、そこにもしもし電話いただいたんですけどという返信があったというね、あ、ネゴシックスはなかなか見どころあるやつやなというね、まあもちろんこれを紹介したということは RG だけからは返信がなかったと逆説的にね、まあそういう、まあ RG はね、こちらサイドからも、まあ、触れるなと言ってるんで、まあ、それでよかったんじゃないかと、ね、まあ、どんなもんなんでしょうね、これ一回もやってきましたけども、果たしてこのジャンクゼロというね素晴らしいこの枠というんですかね、ここに見合う番組できたでしょうか、この剣道小林のてめおこは。まあ、その判断は、まあ、リスナーの皆さんに任せるとして、ね、まあ、今後も、まあ、こんな感じでやっていこうと思ってます。ぜひ皆さんコーナーの方ご協力お願いしますね。コーナーの方ですね、ちょっと聞いてていろいろちょっとわからなかったという方はホームページの方に来てくれたら、そこで詳しい説明してますんで、それを見てくれれば、まあ、コーナーの趣旨とかも書いてますね、宛先ももちろん、こちらに書いておりますんで、どんどん送ってください。剣道小林のてめおこのホームページで来ております。今ちょっとね、神に起こしたものを見せてもらってるんですけども、とんでもなく、今まで僕が描かれたイラストの中で一番リアルに首の太さを表現しているイラストがついた、これトップページっていうんですかね、僕の、剣道小林のてめおこのホームページありますんで、仰々しい文章も書いております。2008年秋、新たなる伝説が始まる。問答無用のやりたい放題芸人剣道小林が午前0時を蹂躙虚と実が入り乱れる独自のイリュージョントークと、玉石混、これなんて読むやろ、混ぜるのかな、玉石混交のイルミネーショントークをたっぷりお届け。タブーを犯し続けるアウトロー芸人剣道小林の真の姿が回電波に乗って全国を席巻。天が認める才能を手にした男が天が戦となる瞬間まで走り抜け、天が起承転結で最自由となる前代未聞ラジオとなること間違いなし。このあたりは私のフェイバリットアイテム天がのことをね、うまくかけてくれた逆ラップみたいな文頭にライム重ねていくというね、天が認める才能を手にした男が天が戦になる瞬間まで走り抜け、天が起承転結で最重要となる前代未聞ラジオとなることを間違いなし。
空と海と大地に導かれし者たちは、そして伝説へとパクリまくりで文末締めてますんで、ぜひそちらの方に。あとですね、この剣道小林のてめおこではポッドキャストもご用意してます。パソコンを持っている方はぜひチェックしてください。パソコンを持ってない人は自決してくださいということで、ダウンロードするにはポッドキャスト954か iTunes ミュージックストアにアクセスしてください。ポッドキャスト954 iTunes ミュージックストアにアクセスしてくださいということでね。まあやってきましたが、ぜひ皆さん来週も、そしてポッドキャストも聞いてください。てめえは俺を犯したので、お会いしましょう。さよなら。